はい、今回は小泉進次郎について考えていきます。小泉進次郎がネタではなく、いかに頭悪いのかと。過去の女性問題、この件をですね、考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。あのリスナー様も、僕もですね、この小泉進次郎っていうのは全く支持してないと思うんですけど、まあ世間的にはどうなんでしょうね。この父親の小泉純一郎に、日本を破壊された小泉武中に、それを忘れてしまっているのかと。 でおそらくですね、まあ、そういったことももう、米は織り込み済みでやってきてんじゃないかと思うんですが、まあ、この小泉進次郎っていうのは、小泉公文とか、あなんかその進次郎公文とか、わけわかりませんけど、まあ、普通に頭悪いなって思うんですよ。で、これ、リスナー様からですね、いくつかご意見いただきまして、えー、僕もですね、えー、まあそんな頭良くないですけど、考えたんですよ。で、この小泉進次郎っていうのは、あこうなんていうんでしょうね。 うん、全くその政治家に向いていないし、えー、そういったまあ政治のこととかを真剣に考えないんですねパフォーマンスで、えーまあ、その前もお話ししましたが CSIS ・ジャパンハンドラーの言いなりでそういう意味での,この頭悪い頭悪さがです、ね、非常にこの米にとっては重宝するという多分そういったことなんですよで、まあ、そういったものをいろんな角度から考えていきます今回もよろしくお願いいたしますで皆さんは思ってない、えー、で僕も思ってないんですがまず自民党がダメだということです でこれについてまああの考え方をねえー、まあ違う人はいるのかもしれないし別に考えはね、えー、人それぞれ10人10通りですけど僕はこう思ってますっていうことで、えー、自民党を作ったのは安倍晋三の祖父岸信介ですあと東丸の文鮮明そこにアメリカのシーマレーがいたつまり自民党というのは設立当時から自民、東丸、米と三位一体動くんですよ日本国民にとってマイナスしかない政党です。だから あの一時的にですね田中角栄さんとかそういった方がいた時期があるんですがどちらかとそういった国民のためになる人がいたことの方が珍しくもう今はねこの清和会一色ですから、まあ、岸田は宏池会って言ってますが完全にもう、売国米のためだけに政治をするのはこれ自民党なわけじゃないですか。 だからその自民党ってのは日本国民にとってマイナスしかない政党であるとそういう認識を国民が本来持たないといけないんですよ。で今でもまだ言う人がいますが自民党は保守ではありませんからね自民党は一言で何かといったら新自由主義です。えー、自民、維新というのは一部の人間自分たちが金持ちになれさえすればいい金儲けできればいい今だけ金だけ自分だけ国民がですね9割貧困化しても関係ない。 財界と、まあ、その自民、維新とかそういったものをつながって、えー、米とつながって、東丸とつながって、国民のためにならない政治をするのは、それが自民党なんですよ。そのようなことを国民が共通認識として持てば、あのそういう考えが広まればです、ね、日本ってよくなると思うんですよ。でそ、そういう僕が話した考え、別に僕の考えは正しいとは言いませんけど、僕が話したような考えっていうのを、まあ、米は嫌うんですよね。 なぜなら自民党を傀儡で置いておきたいから、で自,自民党に自分たちの考えね、えー、CSIS、ジャパンハンドラーの、ね、その方針をやらしたいからなんですよ。だから、あの前もお話ししましたが、自民党の中から、馬鹿な人間を内閣総理大臣に選ぶと、だから典型的じゃないですか、安倍晋三って馬鹿そのものですよ。8年8か月もやってるんだから、完全にアメリカの言いなりですよ。 安倍さんはねなんとかなんだとかってうん、わけわかんねえ言ってることがだからそういうような人間が数を切るから日本ってダメなんですよ安倍の憲法改正とかねアベノミクスの失敗を見直さずそれでどん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 問題を見直さず先に進むっていうことをし,してるわけじゃないですかだからあ繰り返し同じことを間違えるわけですよでこの その自民党の背後の米は自分たちに都合がいいような政策を取ろうとしてるとだから何も考えないやつが内閣総理大臣になればいいっていうことでえそういった意味でですねこの小泉進次郎っていうのは最適なんですよ。であのリスナー様に教えていただいたのもありますし、まあ、ちょっといくつかあ僕も調べてこのね進次郎公文というのはすんげえたくさんあってもうこんなね訳わ,わかんねえもう頭悪いの付き合ってられるかと思ったんで。 ちょっといくつかあの考えていこうと思うんですが、こんなこと言ったんですよね。今のままではいけないと思います。だからこそ日本は今のままではいけないと思っているっていう、まず意味が分からないし、まな、あ、んとかしろって話なんですが、これですね、分析した人がいて、同義語反復っていう手法を使うらしいんですね。これ、あの東京都知事選の石丸新地も多分これ使ってたんで、多分 CSIS ジャパンハンドラーのこれ、多分ち持ち物っていうか持ちネタなんでしょうね、この同義語反復。 同じ単語を繰り返すすんですよ。そして、えー、中身が全くないようなことをやるとだそういったものをこの小泉進次郎はまあ使っているまあ教わってるっていうか学んでるっていうか何だか知らないけどわけわかんないじゃないですかでこれもあの、まあ、面白いツッコミがあったんですけどこの頭の悪さ本当小学生レベルですよね。私ののの中で30 30年年後後を考えたら30年後の自分は何歳なのかと、 あの8歳直後が考えていましたっていうんですがこれツッコミが入って今の年齢に30足せばいいだけだろうって例えば今の年齢が40歳であれば70歳じゃないですかわずか秒でわかるんですよこんなこともわからないあるいは分かってんのかなんか知らないけどそういったものをねこの人前で話すこのレベルの人間が内閣総理大臣になるってもう終わってんじゃねえかって。 本当に難しいことをやらないといけないんですよ。政治家とか内閣総理大臣というのは、それこそまさに諸外国と外交していかないといけないしね、いろんなあ、まあ、政治の難しい問題とかあるわけじゃないですか。このレベルのもう話にならないわけですよ。だからこういう例えば小泉進次郎みたいなやつっていうのは、背後に米が回ってですね、これやれ、あれやれって言ったら、分かりました、やりますって言うからでしょ。なんでこのね プラスチックの原料って石油なんですよ意外に知られていないけど石油って化石燃料なんですって、まあ、小学生かっていうことを言うわけじゃないですかで本当にもう笑っちゃったんですけどあの俺今食べてるって感じってね試食した時に何なの本当に恥ずかしいから出てくんなよ、うん、恥ずかしいから出てくんなと思うしあの恥ずかしいからこういう人間支持すんなよ本当だからこの小泉進次郎ってのもわけわかんないし支持する小組もわけわかんないね だから、まあ、皆さんはそんなことないですし、もう僕もそんなことはないんですけど、あの日本国民がですね、日本を崩壊に、えーまあ、の導いてるんですよ。だって、このレベルの人間ですよ。もう即刻、もうね、どうにかしないといけないでしょ。内閣総理大臣になんて、最もなってはいけない人間が、あ総理大臣の候補かもしれない。ど,どうかしてるよね、本当に。僕あの真面目に考えてて、もうなんかどうかしてると思って、言葉を失いますからね。で今度 リモートワークができるおかげで、公務もリモートできるというのはリモートワークのおかげです。これ、さっきの最初のね、えー、お話した、この、えー、まあ同義語反復をつ、あのー、使ってるんですよ。だから今度、あの小泉進次郎がもし何かで出てきたら、この同義語反復って同じ言葉を繰り返す。そして中身が全く伴わない。えー、そういったことを言ってると思えばいいんですね。で、あのこれ調べたんですけど、コロンビア大学の大学院を卒業したって言うんですけど、本当ですかね、この頭の悪さで。訳はわからないんですけど。 うんまあね、その米の何かの裏からの、ね、手回し、根回しがあったのか知りませんけどめちゃくちゃ頭悪いでしょ、これ普通に。恥ずかしいじゃないですか、僕あの調べていてなんか調べている僕は恥ずかしいと思いますからね,ねこんなのが内閣総理大臣、マジかよって本当、うん、で実際そういった意見が SNS に多数出てるんですよこのレベルで総理大臣候補、うん、このレベルで国会議員おかしいでしょ、普通に。 だからこういう何もわからないやつがいいんですよアメリカの言いなりになるからね。であの僕ちょっと思ったんですけど今回はねこの切り口で言ってみようと思ってねあ僕もああのねまあ、話がうまくないし知識があるわけじゃないんですけど、うん、これでいったらね多分こあの小泉進次郎をね支持する人が減るんじゃないかと思ってねちょっとこれ頑張ってみようと思います。あの男性と女性がですね小泉進次郎を支持するわけじゃないですか。これ この今からの話っていうのは多分知ってる人も多くいらっしゃると思いますが圧倒的にこれ女性に支持されないんですよだからこういったところから小泉進次郎の支持を下げていって、うん、もうまあ誰がなんても変わりませんけど自民党のね政権交代に向かわないといけないんですが政治資金でホテル代を払ったってねそれで三股のまあ三股不倫のまあことが話題になったってもうわけ分かんないもういろんな意味でわけ分かんないじゃないですか ま,まず不倫するっていう時点でおかしいし政治家で金持ってんでしょ年収知らないけど何千万とかあるんでしょそんな金ぐらい出せよ何なんだよ本当訳は分からねえでまあまあないと思いますけど金がねえんだったらそんなことしてんなよってああ イケメンだからとか、だからもうその、あイケメンだからって言ってる時点で終わってるからね、もう本当、あもう、もうすいません、もう何とも言えないよね。この小泉進次郎を支持するやつも、あそれも訳はわからないし、ね、この小泉進次郎っていうのは、あの、まあ、結婚してる一妻と不倫していたっていうことなんですよね。うんいやこのね、まあ、こういう言い方どうかなと思いますけど、 うんまあ、小泉進次郎っていうのもクズだしこの人妻の、うん、この女もこれもクズだよほんと揃いも揃ってクズが、うん、このクズがよ日本の政治がどうのこうの内閣総理大臣がってふ,ふざけんなよ本当に、うん、って女性が思ってくれればいいと思ってるんですよ。子供小さな子供を実家に預けて、えー、この人妻が小泉進次郎と不倫をしていてそれがバレたんだってでバレて離婚したっていうことなんですよ。 だから言ってしまえば小泉進次郎との不倫が原因で離婚をしたんだけど小泉進次郎はあまあ、知らん顔して逃げてこの滝川クリステルとねまあ出来婚子供ができたからって言ってそういった逃げてるわけじゃないですか、うん、どうかしてるでしょだからこの話がクローズアップされればあの女性の支持が減るんですよ女性ってこの… 男性がですねこういった不倫とかそういったまああの人出なしのことをやるとあのこ指示しませんから「キャイイケメン」とか言ってるそんな場合じゃないんですよ。イケメンも何もあるかやってクズ、まあ、だろ本当にやってることが。しかもこれだけじゃないですからね。 あのまあ、元部下の女性とホテルで密会していたとか、ね、その赤坂の、まあ、議員宿舎に女性を呼んでいたとか、もう好き放題してるわけじゃないですか、まあ、そんなのが、ね、内閣総理大臣だったらどうなるんですかって、うん、どん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 好き放題するんじゃないですか、もうただでさえ、今、日本苦しいのに、こんなね、えわけわかんないやつがなったらもう終わりですよ、本当。 この赤坂の議員宿舎に、ねね、年にあの何回も、ね、10万円以上のホテルに泊まってそれを国会で追及されたら秘書が宿泊したってするわけねえだろうって、うん、でそれを週刊誌が、ねえーまあ、の領収書を、まあ、小泉進次郎のものだったんでしょうねでそのメールもその小泉進次郎とその人妻のメールがあってその人妻がですね えー、今日は新次郎さんのの夢を見られますようにって、うん、でその小泉進次郎が新幹線で着いて今日は楽しみにしてるとかね、うん、完全に不倫じゃないですか本当に最低なのもいいところですよねだからこういったことがね、えー、もう何て言うのかなまあ多分知ってる人は多いと思うんですがそれがあ大きくあ広まっていってあこいつねえなってあの思ってもう指示しないでくれるといいと思いますだからもうこのレベルの人間がですね内閣総理大臣にまつなろうとしてる時点でおかしいんですよで国民が無視してればいいんですけど あちょっと小泉進次郎でもいいんじゃねえのとか思っちゃってるやついるんでしょマジ終わってるからな本当考え方は人それぞれって言うけどんでこんなの指示するんだよもう僕には意味がわからないとしかあの思えませんからあモラルのかけらがない人間でしょでそういうモラルのかけらのない人間が内閣総理大臣になったらどうなるんですかってことモラルのないことをやるんですよ国民にそういったことをね何を言ってくるかわからないわけですよ だそういう頭が悪い、モラルがない、えー、不倫をする、好き勝手する、そういうもう訳わかんないやつですよ。それが小泉進次郎でしょ。顔がいいとか、そんなことじゃないですよ。そういったものに目をつけてるのか、ね、まあ,あ、なんだか知りませんけど、ジャパンハンドラー CSIS が裏でね、えー、この、ねえー、絵図を描いてるんでしょ。で、ね、父親である小泉純一郎と同じく、日本をアメリカに売り渡す、売国だろ。やる前から分かってるからな。だから国民が止めないとだめなんだよ。 それをあの止められずにですねあ小泉進次郎がいいんじゃないか、うん、どうかしてる本当にだから例えば憲法改正も止められないんですよ国民が止めれば止まる話なんですがこのレベルのところでもう本当に明らかにおかしいレベルのことすら気がつかないわけでしょあ小泉進次郎ねえなって、うん、どうしようもねえなって国民が思えばいいのに、うん、ちょっとルックスがいいからイケメンだからとかねうん でまあ、マスコミを使ってです、ね、アメリカの利益になるために、えー、小泉進次郎というのはあの担ぎ上げられているわけですよ。あとはこれはまあ別なあ話がありますけど太陽光パネルに関しても、ねえーまあ、自然遺産の国立公園に、えー、本来は法律で保護されているのに小泉進次郎が規制緩和を行って、えー、太陽光パネルが敷き詰められているって。 完全にあの自然環境自然然環環境境破壊じゃないですかいい加減にしろ、売国度、本当に。訳はわからん、やってることが。だから、こういうことを国民が思って、もう、この小泉進次郎をね、支持しない、そういうふうに、えー、あのなってくれることを願います。あとね、うん、これもちょっとね、言い方がなんかわかんない、なんて言っていいのかわからないけど、よくないのかなと思うんですけど、 あの高齢者がね小泉進次郎を支持するっていうんだけどあの高齢者の人ね、まあ、僕のところにいらっしゃる高齢者の人は思ってないと思うから別にあれだけどあの小泉進次郎っていうのは高齢者の方にあのすごく厳しいことをあのするんですよ。 あの働く、ねえーまあ、年齢を70歳まで引き上げたりとか年金の支給年齢を引き上げたりとか安倍晋三が、ね、やっていたそういったものをやるわけですよ。き厳しいじゃないですかその高齢者になって、ね、この例えば今だったこの暑い中働くとか年金支給年齢が引き上げられるとか苦しいじゃないですかそういうの考えてくださいよ本当にだから国民の敵だよ。 あのこの小泉進次郎とかまあ,あまあはっきり言ってもう全員だけどね石破茂も河野太郎も高市早苗、ね、も小泉進次郎も国民の敵だからねだからもう自民党の政権交代が必要でこの創主国米英米、えー、グローバリストの言いなり、えー、こ,これがもうなっていてはダメだってことですよこ,これらがなってる限り日本国民は幸せにはなれないし国民生活は厳しくなる一方なんですよマスコミっってののはこういったものをほとんんど報じませんから ねえ自、ー、民、えー、東丸、米、マスコミがグル。で、押したいのは多分、小泉進次郎。で、小泉がダメだったら、石破茂。ね、えー、有事肯定派でしょ。高市さんね、もう有事肯定派じゃないですか。もも、河野太郎はね、えーまあのマイナンバーで、全然国民の言うことあの全く聞かないし、どうしようもないやつしかいないんですよ。だから、 そういった状況に気づいて自民党の政権交代に話を持っていかないといけないで間違ってもこの小泉進次郎が自民党の総裁選で勝つようなことがあっては絶対にいけないんですよ日本国民全員でこのことを止める必要があると思いまして今回はこの小泉進次郎についてお伝えいたしましたネタではなく本当に頭が悪い普通に皆さんも思っていると思いますがでその頭が悪い動向ではなく過去にこの女性問題をね抱えているんで抱えているというかバレているんで まあこういった人間ないだろうと、まあ、そう思うことで、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、まあ、ちょっと調べて思ったことをお話しいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。